理学療法士作業療法士養成施設とは、日本の理学療法士と作業療法士を養成する施設。3年生以上の専門学校、短期大学、大学であり、学生は卒業、または卒業見込みにより、理学、または作業療法士それぞれの国家主権受験資格を得る。日本理学療法士協会や日本作業療法士協会は、 職能値の向上を基として大学において4年生の教育を推奨している。近年に理学療法士作業療法士養成施設の開設基準が緩和され、理学療法士養成校は2000年に132校から2010年に246校で入学定員は1万3000人を超えるなど急増している。なお、2019年時点で 全国リハビリテーション学校協会に加盟している理学療法士養成施設は247校、作業療法士養成施設は185校である。2019年現在、大学である理学療法士養成施設は102校、作業療法士養成施設は77校存在する。2019年現在、短期大学である理学療法士養成施設は5校、 作業療法士養成施設は5校存在する。2019年現在、専修学校、または各種学校である理学療法士養成施設は141校、作業療法士養成施設は106校存在する。2019年現在、特別支援学校である理学療法士養成施設は1校存在する。ありがとうございます。